はい、こんにちは。札幌占い美容室の山下です。今日は、俺さんがあとパッツンボブですねにしたいということで、前髪はめっちゃ迷ってましたね。切るかアシンメトリーにするか切んないか、さあどうなんでしょうか。途中で変わるんでしょうか、ちょっと分かんないですけど、色は、仕事柄ブリーチができないのでブリーチしないでメッシュのアッシュグレーみたいな感じですね、はい、にしましょう。カットしていくんですけれども、パッツンボブにしたいということで縛れる長さにしたい。そして、縛れる長さで前髪はちょっと足目にしてっていう感じにしようかなと思います。で今、カットラインちょっと見たんですけど、ちょっと軽くなってるんで、そこら辺はちょっと重さを足すという感じで切っていきたいかなと思います。はい、はい、久々だ前髪。そうですね、前髪ね、確かに前髪って後からなのね。はい、使うのはショーバルタンでカットします。で、重さを足したいので基本ブランドでバンバン切ってきます。縛れる長さだからあんま切れないかな。つむじの位置からショーバルタン使って、つむじからですね、こう放射状の感じで、ちょっと下見てもらっていいですかね。つむじから放射状の状態で切っていくんですけども、このつむじと常に、この毛束の位置が放射状にこうなるような感じでイメージして見てみてください。では切りますね。はい、まずここから今すぐ立ってるかなっていうので切っていきます。これあんまりノーテンションでカットしてるのですね。で、いろんな切り方があるんですけど、今日は結構軽さが出てるんで、あまりそぎは入れない方がいいと、入れない方がいいと判断してるんで、まあなんかこういう感じ。結構中の方取れてるんで。今日はこういう切り方でパッツンを切るっていうだけですね。普段はまた違う切り方で切ったりするんで、こっちの動画も見てください。今日はこのショーバルタンで切っていくって感じですね。こうやって切るなんで切んないのって感じなんですけど、こうやって切るとこの丸さが出ないんで、手がコンケーブになるので、コンケーブになっちゃって丸さが出ないんで、上からだと手がこういうふうにコンベックスの状態になるんで、この頭の円に対して手がこういうふうに動いていくんで、上切りをする感じですね。難しいですね。とりあえずやります。でノーテンションでカットしていきます。つむじを意識して切っていきます。で、まあ、一番難しいのは左右の長さを、まあ、きっちりやらないとダメなんですけど、この時もつむじ意識して上から裏切りで切ります。長さをここでチェックをしますね。これガイドとか取りたければ前で取ればいいんですけど、結構楽にこんな感じで切ってるんで、何回でも切り直しは僕はいつもします。あんまり切ったらね、音が鳴らなかった。で、つむじからまっすぐ。で、つむじからまっすぐで。この時に肘を向け上げた方がぶれないんで、まっすぐ取りやすいですね。この時に肘上げなかったら、
なんか、左側が長くなっちゃうんですよね。肘がこうなるので。どうしても桁を持った時に楽して切っちゃうためなので、結構肘グラーンと上げて、グラーンとした状態で切った方が、この方向側切りはいいですね。こういう感じですね。なるべく体をぐるっと回して切る。で、ほとんどノーテンションですね。もう手でクリッピングして切る感じです。爪地を意識して、爪地からの線がしっかりなってるかっていうのを意識して切る。本当に単純な感じです。ですね。はい、こっち長いかな。で、つむじから意識してノーテンションで切ります。これでだいぶこれ以上切っちゃうともう縛れなくなっちゃうから、もうちょっと限界かなって感じなんです、バックもうちょっと上げれるかなと思うんで、もうちょっと上げたいと思います。で、骨むじからしっかりまっすぐ折り畳みの顔を確認してコンベックスにカットしていきます。はい、肘をしっかり上げてカットしていくんですね。このぐらいのラインの方が多分可愛いと思うので、このぐらいのラインにします。で、ちょっと下向いてもらいます。で、バックだけサイドの毛が生えてるのっていうのはここからここで、バックは襟足からこの幅ですよね。どうしてもここら辺がボブの場合余っちゃうんですね。で、結構そぎ以外にも入ってるので、もう今日そぎは入れなくていいと思うんですね。なので、ここに中にイングラを入れてちょっとパッツン感を出していきたいと思います。で、下に向いてもらって、はい、で、ここ見えますでしょうかね。どこを切るかっていうと、ここの耳から耳をつないだこのベース、ここをベースと僕は呼んでるんですけど、このベース以外は横はつながってていいんですけど、ここはやっぱ結構邪魔くさかったりとか、あとで出てきたりとかするんで、ここをちょっと短く切るようなイメージです。なので、ここをガイドにして中をぐるっとこう切っていくような感じです。で、その時によるんですけど、僕はこう切る場合もありますし、こう切る場合もあります。こうですね、こう切る場合とこう切る場合があります。それはまた違う動画で言っていきたいと思いますね。それでショーバルタンの使う向きがどっちでこう切っていくのかっていうのを、ちょっとその時のスタイルに合わせてやっていきます。毛量とかも関係してくるんで、今日はちょっとえぐる方でカットしていきたいと思います。なので、またこれつむじから放射線状に引っ張って取って、中をズボンといきます。で、今度隣ですね。これだいたい指人差し指1本ぐらいのサイズで、放射状に取ってるだけなんですけど、真下にシェイプしてそこをズドンといきます。ここも真下にシェイプした状態で中をこう切っていきます。これがね、繋がってなくてもパッツンの場合は全然大丈夫なので、逆にあんまり繋げちゃうとなんか束感が出なくなっちゃうので、あまり繋がらなくてもいいかなと思います。ここに関しては。で、今度もうちょっと隣の方やっていきます。これ誰でもできると思うんで、ただアルバを使った方が絶対いいと思うんで、アルバ使わないでやるとやっぱりちょっと直線になっちゃいますから、真下に引っ張って上から持ってここを切ります。で、最後まで切っちゃうと重さ取っちゃうので、重さは残してください。で、ここで引っ張っ、真下に引っ張って、はい、ここですね。これの重さ、この重さっていうのはどこかっていうと、このラインです。耳と耳の、結
んだラインの一番下が今日はサイドのここのラインですね。このラインと同じ位置です。ここがガイドになるんです。これ以上上は切らないでください。なのでそこから下をつなげていくような感じです。この毛なので、はい、こんな感じにつなげていきます。で、放射線状にとってここをズボッと切る感じですね。ここはもうね、フリーハンドに近いんでどのぐらい入れるかっていうのはもうちょっと感覚の世界になってしまうんです。で、結構ね、こっち側しっかり、特にこの左側なんですけど、左側長くなりやすいことが非常に多いんで、これをしっかり前にオーバーダイレクションさせてやってください。そうしないと長さが結構変わったりする。で、この辺なんですけど結構軽いんで、ここはちょっと難しいかもしれないですけど、ここはコンベックスでつなげてきます。バッツンなんですけど結構軽いからちょっと重さを足すのにちょっと丸くちょっと縦に取っていって丸く取っていきます。丸くつなげていきます。ここはもう縦でさっき切ったラインのところをちょっと全体つなげていくような感じです。ノーテンションで取ってこういう感じです。ということはバックの方どうなるかっていうと、バックの方は丸いコンベックスからコンケーブに入るみたいな感じですかね。コンベックスからコンケーブ入る感じです。今日の感じはちょっと難しいかもしれないです。こうなって襟足えぐれるみたいな感じなんで、ちょっと S 字を描いた感じのカットラインになります。ただ毛量が多い方とかはまた別のカットラインに切るので、今日はそういうことですね。で、前髪を切ります。ちょっとアシメトリーにしたいんで、ここも同じように今日はショーバルタンでもいきます。上から持ってきてこの辺にこう少しアシメトリーの前髪を切るような感じで、それをこう切ります。バズっていってます。結構一気に大丈夫ですか？はい。で、これって切っちゃっていいんですかね？見えない。見えないですね。ここ。なんかちょっとここ短くして上のこの辺を長くつなげようかなと思ってますけど。はい。いい。なんかここでいっちゃうと。すごいただの斜めになっちゃうから、そしてください。バングはバングで、ここの上にかぶせるのは上のやつって分けちゃった方がいい気がするので、はい、そうします。はい。なので、ここは、このバングにつなげるところはちょっと少し無理やりつなげてる感じですね。で、こっちも同様に、ちょっと今まだ探ってる状態ですけど、このくらいが似合うのかなっていう部分ですね。それをちょっと見ていきたいんで、まあ、前髪は後でまた切れるんで、ちょっと長めに切ってもいいかなっていう感じがしました。全部ショーバルタンで今日はこれは切れてる感じですかね。ちなみにこういう風にしてるんで、すごい柔らかく切れる感じになります。こういう感じですね。これショーバルタン。アルバでこれやると結構良かったです。で、アルバこっちの、
AR から今度逃がしていく方に持ち替えて切ります。巻いたらちょっと上がるんで、ひとまずこれぐらいにしておきましょうかね。はい、はいはい、で、ここで裏技がちょっとあって、ちょっと顔周りがシュッとこう収まってボブ、顔周りが少しこう奥行きが出た方がいいんで、こっちの方がで、この辺がタイトになった方がバランスが良くなりそうなんで、ちょっと細工をします。で、小顔玩具作る時の細工なんですけど、今日の撮影終わりました。で、ありがとうございます。早っ。ありがとうございます。はい。パッツンボブにして、同時進行でやることにして、同時で、ワンプロセスでブリー、ブリーじゃないな、ワンプロセスでブリーチなしのハイライトメッシュを入れて、同時進行でカラーを入れて、あとカットはパッツン系のボブにして、前髪はなかったんですけど、足目の足目バンドに切りました。はい、ということで、終わりたいと思います。皆さんチャンネル登録お願いいたします。はい、じゃあ、バイバーイ。